はい、高橋翔太郎です。また楽天、三木谷博史、読みますね。このまま読みます。楽天三木谷社長のウクライナ未成年難民モデル〇〇を斡旋していたという村上和也さんという方が昨日亡くなった。昨日ですから7月2日ですね、亡くなったという。これはやばいですね。コメント注目してくださいね。これはあ、ほらリツイート今もうどんどん動いてるよこれ。うん、もう庶民はバカじゃないんですよ。もういろいろわかってる人がどんどん増えてるんですよ。うん、逆三角形ピラミッド、三角ピラミッドがもうちょっとでひっくり返るから、180度ね。はい、ということで私も、眠りながら頑張ろうと思いますね。眠りながら成功する方法を見つけましたね、Facebook で。はい、それも録音してあります。はい、ではありがとうございました。はい、失礼します。